おはようございます。大輝です。本日は発売以来、100万部以上読まれ続けている大ベストセラー、病気にならない生き方という一冊をご紹介させていただきます。著者である新谷博美先生、こういったご経歴をお持ちの先生で、世界で初めて回復手術することなく、つまりお腹を開くことなく、大腸内視鏡によるポリープ切除に成功したよということで、全米ナンバーワン胃腸内視鏡外科医と称されるほどこう、胃腸に関する世界的権威の先生なんですね。で 35万例以上の胃腸内視鏡検査と10万例以上のポリープ切除術を行ってきたということで簡単に言うと30万人以上の胃や腸の状態を見続けてこられたよということですよねでそこからですね気がついたのが人間には顔の層とかね手層があるのと同じように 胃や腸にもそれぞれの層がある胃腸の状態があるよ。で、それがね、胃腸がいい悪いだけじゃなくて、体全体の健康に関係してるんだということに気がつかれたんですね。 調創がいい人は健康的だし悪い人は病気になりがちだよということでじゃあそれ一体何がね影響を与えてるんですかっていうのを聞き取り調査していった時にやっぱり普段食べてるものとねその人の生活習慣が大きく影響を与えてるんだっていうことが分かったそうなんですよ。じゃあ一体ねどどどんんななものをを食べ方ししてうういうふうに生活したら 胃腸が良くなってそれから体の状態も良くなって健康で長生きできるのかということを考え続けた結果深夜先生が行き着いたのがこのミラクルエンザイムというものを浪費ししなないいっっかり体に蓄えてておくっていうことなんですよねでいきなりねこのカタカナ出てきて一体何ですかって思った方も多いと思うんですがこのミラクルエンザイムっていうのは深夜先生が作られた言葉なんですけれども。 エンザイムっていうのはもともと酵素のことで、この酵素っていうのは、例えば人間の体の中で、こう喋るとかね、手を動かすとか見るとか考えるとか、食べたものからこう消化吸収してエネルギーを作り出す、代謝して体を修復する、免疫反応とか、全部をやってくれてるものなんですよね。まあ、鍵になるもの、触媒ですよね。だから、いいものを食べて、しっかりね、養生するだけでは、 人間の体って実は生きていくことができないこの酵素というものがないとダメなんだっていうことなんですよまあ、車に例えるとどれだけいいエンジンを積んでガソリンをしっかり入れてもエンジンオイルが入ってなかったら動かないよねってそういうようなものだと思ってもらえるといいんですがまあ、それだけ大事な酵素体の中で約ね少なくとも5000種類以上は作られて働いてるって考えられてるんですけれどもで それのね、ここからが新谷先生の仮説なんですけど、大元になる酵素があるんじゃないか。要はね、タンパク質を分解する酵素がこれだけとかね、糖質を分解する酵素がこれだけとかっていうふうに、あらかじめね、数が決まってるんじゃなくて、その時、その必要に応じて、 ある大元の酵素があってそこからねそれぞれの酵素にこう分かれて作られてるんじゃないかっていうことを考えついたそうなんですねでそのことを元の酵素だから原型酵素つまりこれをいろんな働きをするということでミラクルエンザイムっていう風に名付けたよということなんですけれどもとにかくこれを使い尽くしちゃうとですね人間の体は何にも 生命活動ができないから死んじゃう。つまり寿命が来るよっていうふうに考えたそうなんですよ。で、これ実は酵素研究をしている海外のね、第一人者の博士なんかも同じような結論に行き着いているそうで、もともとね、潜在的に生まれ持った酵素っていうのが人間にあるから、これ潜在酵素っていうもので、これを使い切っちゃうと死んじゃうよーっていうことで、まあ、そういう仮説のもとに、じゃあこの ミラクルエンザイム大元の酵素を無駄遣いせずに逆に補ってあげるような食べ方食べ物それから生活習慣ができれば病気にならない生き方ができるんじゃないかということでそのことを詳しく教えてくださってるのが本書になるんですねなのでご興味のある方ぜひご一読いただければなと思いますはいというわけで早速ね中身の方簡単にご紹介させていただくんですが まず、深夜先生ですね、こう、アメリカと日本人の胃腸の違いをずっと見続けてきたので、そこからね、お話を教えてくださってるんですよ。で、これ一個ずつこう見ていくと、酵素の話につながっていくんですね。で、まずね、腸の状態を比べたときに、圧倒的にアメリカの方の方が良くない腸層を持ってる方が多かったそうなんですね。で、これはやっぱり肉食中心の食生活が原因じゃないかっていうことで、 肉食が多い方っていうのは腸が硬くて短くなっちゃうそうなんですよ。でこれは全体的に食事にね食物繊維なんかが少ない野菜とか果物とか海藻とかねそういうのが少ないから便が少なくなってくるそうすると一生懸命ね腸が動いて出さなきゃいけないこれ前動っていうんですけどこれ一生懸命頑張らなきゃいけないから結果としてですね腸が鍛えられちゃうそうなんですよ。で腸が 鍛えられるとといううことは腸の壁がね厚くなっちゃうでそうすると腸が狭くなる。で、さらに便が出づらくなるとかってなるんですけど、で、食べ物が肉食中心ということは脂肪もやっぱり多いので脂肪がつきやすい。そうすると腸がさらに圧迫されやすいっていうので、どんどん圧力がね、高くなる。で、そうなるとポコッとね、腸がポケット 頂上のくぼみみたいなものがこうできてくるそうなんですね。それをこう形質と呼ぶそうなんですけれどもでそれがですね。どんな悪さをするかっていうと、元々便がね。出づらい状態なんですけど、その状態でそういうものができると、そこに便が入っちゃうまあ。うんちが隠れちゃうっていうことですよね。そうなってくるとまあ、いわゆる宿便みたいな状態になっちゃって。 腸の中にずっとゴミ溜めてんのと一緒だからそうなってくると毒素がどんどんねその腸の組織を壊しちゃうでそうなってくると大腸の病気であったりポリープができたりっていうこういうことにつながってるんじゃないかこういうことが起きてるんじゃないかって深夜先生は考えられてて教えてくださってるんですがじゃあ日本人だから私大丈夫ですかって言うと実はそうでもなくて逆に日本人も このアメリカとかのね、食生活、欧米風の食生活が多くなってきたことによって、こういうのがね、どん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 増えてきてるんだよっていうことなんですよ。で、アメリカなんかでは、そのマクガバンレポートとかって言ってね、要は、なんでこんなに先進医療がね、発達してるのに、アメリカはね、えー、心臓病になったり病気で死ぬ人が多いんだって調べろっていうので、 一生懸命調べた結果、あやっぱ食生活が問題でしたっていうので、えー、油とかね、肉が多いのがダメでしたっていうので、じゃあそれ改めよう、どんなの食べたらいいんだっていうので、結論から言うと、あの、昔のね、日本の和食みたいなのがいいですっていうね、そういう調査結果があるんですけれども、それを見て、食事を変え出した人っていうのは、 やっぱりこう腸の状態が良くなってるよ。で、もともとそういういい食事をしてたはずの日本人が、えー、逆にね、悪くなっちゃってるよなんていうこともあるそうなんですね。で、じゃあ一方で、 胃を観察していった時にね、胃の状態どうですかって言うと、これは日本人の方が圧倒的に良くない人が多いそうなんですよで、特に日本人っていうのは胃がんが多いよっていうふうに言われててこれはいろんな原因が考えられるんだけどアメリカなんかと比べた時に例えばお茶をねこうよく飲む方なんかがすごくね胃炎を起こしやすいんだっていうのが緑茶とかにはこうカテキンとかが含まれてて殺菌作用があるとか それからポリフェノール含まれてるとかっていうので、よく多く飲む方が多いんだけど、もう一つタンニンとかっていうものが含まれてて、これがね、胃炎をこう引,きやす引き起こしやすくなっちゃってる。で、それから胃がんになりやすいとかっていうこともあるそうなんですね。で、それからもともとですね、このビタミン A っていう油に溶けるタイプのね、使用性のビタミンの摂取量が少ないから胃のね、粘膜を保護することが できなないいんじゃないかそれによって胃を傷つけやすいんじゃないかとかっていうこともあってで決定的にこうアメリカの方と違うのがここで出てくるのがこの酵素消化酵素の量がねもともと日本人っていうのは少ないんじゃないかっていうことなんですよね。で例えばアメリカとかね海外の方ってテレビとかで見るとたまにね 部屋かから出れないとか家から出れないぐらい太っちゃった超肥満の方とかっていらっしゃるじゃないですかで日本人ってそこまででではれななれいんですよねであの力士の方とかでもねやっぱり海外の方の方がすごく大きかったりするのはそこまで食べきれないっていうのが日本の方にはあるみたいでその前にねそれだけ食べようと思ったら胃を壊しちゃうそうなんですね。 でそれが結局この消化酵素の量が少ないからじゃないかっていうことで,で、えー、もう一つですね日本人が胃を壊しやすいのがこのすぐ胃薬を飲む習慣だっていうことも教えてくださってて胃薬って基本的にこう生産剤胃酸をね抑えるとかっていうものなんですがそうするとねこの胃酸を出してる獣毛っていう粘膜が 萎縮しちゃうそうそなんですよ毎回抑えられるもんなんだから「え俺って実はいらないのかな」ってだんだんちっちゃくなって胃酸を出しづらくなっちゃうそうすると消化またさらにしづらくなって消化不良を起こすで消化不良を起こすということは腸の中にそれが溜まりやすくなるで便秘になったりとかそれからさっき言ったような 大腸のトラブルが起きやすくなってきたり、それから腸の状態が悪いっていことは免疫なんかも働きづらくなって体全体がね弱くなっちゃう。さらにピロリ菌の感染とかもしやすくなるよなんていうふうにね、こうどん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 悪い状態になっていってしまうそうなんですよ。だからあんまりすぐにね、胃薬とかっていうのを飲まない方がいいよっていうことで、 で、じゃあ、アメリカの方とかって一体ね、こう食べ過ぎちゃったとかっていう時何してるんですかっていうと、あの消化酵素がね、入ったもの、あのサプリとかね、そういう食べ物とかを使ってね、え補ってるんだっていうことらしいんですね。それがね、あの必ずしも100%いいよっていう話じゃないんだけど、その胃酸を抑えようという胃薬よりは絶対にいいよねっていうことなんですよね。でじゃあ 遺産方一体どうしたらいいんだっていうんですけどその遺産方っていう言葉その考え方がそもそものね間違いだよっていうのでその遺産は必要があって出てるんだよねっていうことなんですよ。要は食べる量であったり食べる種類ものですよねその食べ物であったりそれから食べる時間そういったものを間違えたから 胃が頑張って消化しようとして胃酸を出してくれてるのにそれを毎回毎回抑え続けてたらそれはおかしいよねってそれよりもそのまんままず食べる内容とかを見直していかなきゃいけないよねっていうことなんですよね でまあそういうね生活習慣を改善していかなきゃいけないっていう時に必要になってくる考え方がこのミラクルエンザイム酵素だっていうことで教えてくださってるんですけれどもそもそも何でねこの酵素普通はねいろんな酵素があるよねっていうのは分かってるんだけどその元の酵素ミラクルエンザイムみたいなのがあるっていうことはまだ分かってないんだけどなんでそういう仮説に行き着いたかっていうところなんですけど。 人間のその働きを見ていくと今日は例えばね、えー、何が入ってくるかっていうのを例えば食べ物のね消化酵素だとしても何が今日食べられるかっていうのは体はわかんないんですよねお魚がどれだけ入ってくるかわかんないしお米がどれだけ入ってくるかわかんないしっていう状態でじゃあ今日はタンパク質の酵素を10 作っときましょうとかね糖質の酵素を20作っときましょうとかってやって別のものもが入ってきたら大変なんでですよねでそういうことをやってたら効率悪いよねっていうので人間の体ってそんな非効率なものじゃないはずだっていうのでだから大元の酵素があって入ってきたものによって酵素がそこから作られていくんじゃないか。 っていうようなことが考えられたそうなんですよ。だから、えー、食べ物自体にもですね、実はそれぞれあの新鮮なね、生の食べ物には酵素が含まれてて、それ自体がその自分自身を分解するものがあるんですよね。だから例えば 大根とかには消化酵素がいっぱい含まれているよとかよく言われるじゃないですかそういうものがあってだから、えー、生の新鮮なフルーツとかそういうの食べた時に消化がすごくいいよとかっていうのはそれ自体が勝手に分解されていくから 体でねそのミラクルエンザイムからわざわざ消化酵素を引っ張ってこなくてもいいですよとかそういうことが考えられるよっていうことなんですよ。だからそういう食べ物を食べてるとミラクルエンザイム命のもとを節約することができる。そうするとその節約した分で免疫を強くしたりとか体の壊れた部分を修復したりっていうことができるよ。 胃や腸の状態もいいから胃層、腸臓もいいよ健康を保ちやすいよ長生きしやすいですよってこういうことになってくるんですよね。でそれからですねこの酵素の原型がなぜあるかっていうねもう一つの理由なんですけど例えばこれね実感される方多いと思うんですけどお酒だけ飲んだ時とそれからお酒飲みながら大量にご飯食べた時と。 どっちがですねこう次の日胃もたれすごいしてますかっていうと実は多少のご飯とかって確かに大切なんですけどあまりにも食べ過ぎてお酒いっぱい飲むとお酒の分解の方に酵素がいっぱい使われちゃうから消化が間に合わないそうなってくると胃もたれとか起こしやすくなってくるんだよねっていうのでこれがもし仮にお酒には お酒の分解酵素。それから、食事の分の消化にはこの分の酵素っていうのが決まってるんだとしたら、そんなことは起きないはずなんですよね。だけどそうじゃなくて、もし、えー、これ仮に100の酵素が使えるとして、お酒の分解に90使っちゃった。だから、残りは10しかない。これでいっぱい入ってきたご飯の消化をしなきゃいけないっていう状態になってるからこそ、 消化不良みたいなのが起きてくるんだよよねっていうことなんですよだからそういうこともね実感としてあったりするのでやっぱりねその酵素っていうのは大元のものがあるって考えた方がいいんじゃないかっていうことなんですよね。で薬によるね副作用なんかも実はそれと全く一緒なんじゃないかということで薬によって例えば痛みを抑えました。 だけど、それによっていろんな副作用が出てくるっていうのは、その痛みを抑えるっていう部分ではいいかもしれないけど、その分、薬によるストレスで体に活性酸素とかね、いろんなものができてくる。有害なものができてくる。それをじゃあ中和しようと思って、またそのミラクルエンザイム、大元の酵素から引き出してきて、無駄遣いしちゃう。ということは、その使った分、どこかに 悪影響が起きてくる。それが副作用になってるんじゃないかとか、そういうことも言えるんじゃないかと教えてくださってるんですね。で、そういうふうに、えミラクルエンザイムっていうものがあるよ。大元の酵素あるよっていう立場から見ると、実は今一般的に言われている健康常識っていうものが間違ってるものが多いんだっていうことが見抜けるようになってくるっていうことなんですよね。例えば、え消化にいいおかゆをね、食べると胃や腸が守られますよ。 ね、病中、病後は、このお粥がいいですよ、なんていうのがあるんですけれども、むしろね、これ、消化に悪いですよっていう風なことが分かるそうなんですよ。なぜなら、お粥っていうのは、柔らかいから噛む回数減りますよね。で、この噛んでる時に、消化酵素が唾液で出てきて、それが分解し始めてるんだけど、それせずに飲み込んじゃうから、結局、一生懸命、また、 酵素を作り出さなきゃいけないっていうことで消化に悪くなってくるまたミラクルエンザイム命のもとを無駄遣いしちゃうよっていうことなんですよだからむしろ胃腸がねあ弱ってるかなーなんていう時もちゃんと固形物を少し ね、量多く食べちゃダメなんですけど少しだけ、えー、一口ねもう30回50回100回とかねしっかり噛んで唾液と混ぜて食べた方がいいですよっていうことなんですよねでそれからえ牛乳なんかが体にいいよまあ今はね牛乳あまり良くないよとかっていう話も結構 あの広まってきたんですがこれはねまだ決着がつかないというかいつまでたっても決着がつかないお話かもしれないんですけどもえとにかくこう新先生のお考えでは牛乳はやっぱり良くないということでなぜなら牛乳がこう製品として加工される段階でまずこう成分を均一化させるために攪拌するんだそうすると酸素がいっぱい入ってきて酸化錆びちゃうよねそれから 加熱すするることによよってタンパク質が変成するよねそういうのが入ってくるから酵素をいっぱい使わなきゃいけない消化に悪いよねっていうことで、えー、臨床のねご経験からこう牛乳とか乳製品を飲んでる方がアトピーとかね潰瘍性大腸炎の方でいらっしゃった時にそれを 一切やめてもらったら治ったよっていう人がやっぱ多かったそうなんですよ。でこれもねそういう酵素のこう無駄遣いを防ぐことによってできたんじゃないかそういう考え方もできるよね。でヨーグルトもありますよねでヨーグルトってやっぱりねこう乳酸菌が入ってる善玉菌が入ってるから、えー、腸内環境を整えるんだとかってねあるんですけどそれで便通が良くなるんだと思ってるかもしれないけど実はそれよりも。 乳糖ラクターゼっていうのがね乳製品には入っててこれを分解する酵素って大人になるとほとんどこう持たなくなるなくなっちゃうそうなんですよ母乳にも含まれてるから赤ちゃんの頃はあるんだけど大人になるとなくなってくる。で特にアジアジの 日本人とかってあんまりなくてだからこう牛乳飲んだりヨーグルトで下痢するっていうのは乳糖不対症とかって言ってねあるんですけどそれでただ単にベンツが良くなってるだけかもしれないよねっていう見方もできるそうなんですねでなぜならヨーグルトをたくさん食べてます常にね私食べてるんですっていう人で腸の状態がね腸層が 良かった人ってほとんどいないよっていうね30万人見てきた中で深夜先生がねね気づかれたそうなんです、ね、だからそんなに無理して健康のために食べる必要はもしかしたらないかもしれないっていうことむしろ健康を害してる可能性もあるかもしれないよってこういう見方も一つすることができるそうなんですね。 でだからといってですねこれが全部正しいですよっていうだから鵜呑みにしなさいよって深夜先生おっしゃってるわけではなくてあくまでもこの臨床結果として30万人見てきた中でこういう方が多かったっていうことなので一概にね、えー これが悪いんだっていうことでもないし逆にこれを信じて鵜呑みにしてヨーグルト毎日食べるとかっていうのをすることなく自分の体で確かめて見極めることが大事なんじゃないかなってそういうことをねお伝えしてくださってるんですよね。でじゃあこれを踏まえて今のね酵素のお話を踏まえて こういう食べ物食べない方がいいよ。これ食べるとミラクルエンザイム、酵素を無駄遣いしちゃうよっていう食べ物を教えてくださっております。大きく分けるとね、二つなんですよね。まず一つは、えー、体を酸化させてしまうもの。えー、要は、錆びさせちゃうっていうものですよね。で、でその錆を取るためにも、やっぱり抗酸化物質みたいなのを作る。これにも酵素が使われちゃうから、 できるだけこの錆びさせないようにしましょうねということでじゃあ体をね酸化させちゃうもの何ですかっていうとさっきも言ったように牛乳それから制白した食べ物白米とか小麦粉精白した小麦粉全粒粉じゃないものですねでそれから白砂糖とかもそうですよねそういうものそして揚げ物もうそのまんま油ですよね揚げ物そしてマーガリン これはね、トランス脂肪酸っていうね、すごく体に良くないものが入ってるから、もうすぐに捨てなさいっていうぐらい、深夜先生はね、こう、患者さんに指導されることがあるそうなんですね。で、それから、ショートニング。これは基本的に家で使いますとかっていう人は少ないと思うんだけど、普通に売ってるね、お菓子とかケーキとかね、それから、 フライドポテトを揚げるときとかファストフードとかねそういう加工食品に知らず知らずのうちに大量に使われてることがあるからそういうものにも注意が必要だよっていうことなんですねで特にですねこの油ものっていうのは日本人がもともとね消化が苦手なものが多いそうなんですよで水臓からですねこの油を 分解するための酵素とかこう出してくれたり働いてくれたりするそうなんですが、日本人っていうのはもともとそれが得意じゃない。あんまりね。強くない人が多くて、なんかこう。上腹部がこう違和感がある。痛いとかっていうので、胃を見てもどこもどうもないっていう人。でもこう膵臓が弱っている方が多かったりした。そうなんですね。だからできればこの揚げ物とかっていうのも。 全部を全部やめろってわけじゃなくて回数を減らすとかそれからできるだけこう参加してない揚げたてのものを食べるスーパーにずっと置いてるようなねこう揚げて時間が経ったものとかっていうのはできるだけ避けるとかそういう風な工夫が必要ですよということですねでそれからもう一つ気をつけたいのが動物性の食品肉魚卵牛乳とかそういったものですよねでこれは 体の中でアンモニアとかねどうしてもこう毒素を作っちゃうんだっていうことなんですよ。でそれを中和してでそして体の外にね腎臓とか通してこう出すっていう時も全部これ酵素が使われるんだよ。でまた結局それがね浪費につながる無駄遣いにつながりますよっていうことなので。 もちろんね、体にこのタンパク質大事だとかっていうのはわかるんですけど、ただ植物性のものとかね、海藻とか穀物からでもえ取ることはできるよっていうので、必ずね、これを食べなきゃいけないっていう、そういう観念がある人は、そこもね、ちょっと注意が必要なんですが、だからといって動物性食品絶対食べるなとも、深夜先生おっしゃってるわけではないんですよ。で、その辺ね、誤解なく聞いていただきたいんですが、 まずその動物性のものがよくないっていうのはそういうね酵素を無駄遣いしちゃうっていうのもあるんですけど油ですねよく言われる飽和脂肪酸っていうもので人間の体温の中に入ってきた時にやっぱり牛とか豚とか鳥っていうのは人より体温が基本的に高いのでその状態の油がですね人間の体に入ってくると固まっちゃうっていうことなんですよ。 でそれが結局血液を汚すす原因になっっちゃったりするで逆に魚の脂が体にいいよ血液きれいにするよとかって言われてるのは何でかっていうと人よより体温が低いからですよ、ね、ですねその状態の油が人間の体体温が高い状態に入ってきた時っていうのはサラサラーっとなっていくよーとかっていうので血流改善に効果あるよなんて言われたりすることもあるんですよね。 でこれ面白いのがこの腸の状態を見ていくと動物性食品を食べてるとやっぱり腸っていうのは短く硬くなりやすいそうなんですね。で魚だけしか食べない肉は私全く食べませんっていう人でもやっぱり硬かったり短かったりはするそうなんですが形質さっき言ったねポケットみたいなものはできないそうなんですよ。こののポケットがができるのが、えっと お肉を食べてる人が多いですよっていうことらしいんですね。この辺はね、すごく面白いなと思ったんですけど。で、だからこの動物性のね、えー、食品、どうしても食べたいなっていう時は一番やっぱりこう理想的なのは白身のお魚、酸化しづらいから白身の方がいいよっていうことで、えー、赤身魚どうしても食べたければやっぱり酸化しないようにね、こうおろしたてとかね、切りたての新鮮なものをお刺身とかで食べるといいよっていうことですね。 でまあ、こういうのを食べない方があんまりね、えー、少なくした方がいいよねっていうことなんですよ。でこれすごくね面白いなと思ったのが深夜先生あのチンパンジーの胃もね内視鏡で見たことがあるそうなんですがすごい人とこう似てるそうなんですね見分けつかないぐらい似てるそうで,でチンパンジーで「あなたちょっと胃の層が悪いですね」とかっていうのはなかったそうなんですよ。ですごくいい状態だよ 健康的な状態だよということなんですが、じゃあ一体何食べてましたかっていうともちろんこういうのはね、食べないんですよね。で、穀物とかね、果物とかそういうのが基本的に多いよっていうことなんですが、まあ、とはいえですね、人間がチンパンジーと同じものをずっと食べ続けるっていうのも、もうね、今更ちょっと難しいじゃないですか。じゃあ、それも踏まえて一体何食べたらいいんですかって理想的な食べ方教えてくださっておりますのでご紹介させていただきます。まず、 この酵素をしっかり含んだ新鮮な生の食べ物とかっていうのが大切になってきます。で、それから栄養もしっかりとれるもの当たり前なんですけど、これをしっかり満たしてあげると食べ過ぎとかが減るよっていうことなんですよね。 なんかこう食欲が止まらないとかっていうのは人間の体に必要な栄養が足りないからだっていうことでとにかくスナック菓子とかねよくエンプティ食品とかって言ってカロリーばっかり高くて栄養素が入ってないみたいなものを食べてると食欲止まらなくなるよっていうようなことでもちろんそれには酵素なんか含まれてないですからどん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 命のもとをとにかく、えー、無駄遣いしてるっていう状態になっちゃうんですよね。で えこれ肉食動物なんかも実は草食動物しか食べないんですよ。でなぜなら草食動物は草食べてそこから酵素を取り入れてるで、えー、草食動物のねまず襲うと内臓から食べるそうなんですねでその内臓には消化中のそのしっかり植物の栄養なんかが含まれてるからまずそこから食べて肉食動物は酵素とか栄養を取り入れてるんだっていうことなんですよね。 でだから実はペットなんかもね犬とか猫とか飼ってる方もこうドッグフードとかねそういう加工したものばっかり食べさせてるとそれにはね酵素なんか含まれてないから命のもとが補給されないですよ体の中でもしかしかたら無駄遣いさせちゃってるかもしれませんよということで深夜先生はですねこう飼ってるワンちゃんとかにはちゃんとそういう酵素が含まれたものなんかをこう 玄米とか一緒に食べてるとかっていうふうにねおっしゃってるんですけどまあそういうところもね一つ注意が必要というか見方ができるのかなというところですよねでじゃあ理想的な食べ方はどうですかっていうと植物性の食べ物を85で動物性の食べ物を15まあ85対15って感じですねで食べるのがまあ理想だよっていうことでじゃあその植物性の中の えー、新鮮な野菜とか果物っていうのが、えー、85%の中の、えー、35から40%ぐらいで、えー 農薬とかね、肥料をできればこう使ってないもの。農薬とか肥料を使ったものっていうのはやっぱり不自然であったり、えー、栄養がね、ちゃんと補給されてないものだったりするので、結局それって栄養補給にならないし、酵素をね、また無駄遣いしちゃう。農薬の影響で活性酸素が出ました。それを中和しなきゃいけないとかっていうので、使っちゃうよということですね。で、それからその植物性のね、85%のうちのもう約半分、50%は、 もう穀物から取りましょう。全粒粉の穀物、玄米とか、全粒粉の小麦とかね。例えば麦だったら、あの、オートミールとかもそうですよね。で、それから雑穀類とか豆類もここに入ります。で、こういうね、えー、穀物っていうのは、やっぱりね、命の元なんだ。ギュッと入ってるんだ。例えば玄米と白米比べるとよく言われるのは、えー、米に白って書いて、え、かすって読むっていうぐらいで、えー、 白米は、あの、白米がね、悪いってわけじゃないんだけど、白米はもう死んだ食べ物だよっていうことなんですよね。で、玄米は、これ、まくとやっぱり、またね、米がなるっていうので、命があるんだ。で、これをね、発芽させないための、すごい強力な物質なんかもあるから、この全粒粉の穀物って基本的に生でね、そのまま食べると、酵素をすごい消費しちゃうから、あんまりね、生で食べちゃダメだよ、ちょっと毒があるよとかって言われるのは、こういうのが、 あるるからなんんだだっっててていう,ふうに教えてくださってるんですねでとにかくそういうふうにそれからもちろんそれだけじゃないです玄米とか一つとっても栄養がたくさん含まれてるビタミンミネラルなんかも含まれてるからこういうものを基本的に食べるようにしましょうねっていうことなんですよね。で食べ方なんですけどやっぱりよく噛むことでそれからよく噛むことで消食にもつながるよということで食べ過ぎも えー、ダメだよ、どれだけ体にいいって言ってもね食べ過ぎたら結局同じ、えー、酵素を無駄遣いしちゃうよっていうことですね。で、えー、酵素をよく噛んでね節約するあんまりね消化酵素に、えー、このミラクルエンザイムから借りてこなくてもいいようにするでそれから、えー、こういう風なねいいものを食べようってするとだん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 その新鮮なものとか選ぶとやっぱ。 新鮮なものって虫がついたりとかっていうのももちろんするんですよね。逆に虫も食べれないようなものを人間が食べるっていうのがおかしいなぐらいで、だからそういうものももしかしたらあるかもしれないから、天然物の,のね、お魚とか食べると寄生虫とかもいるかもしれないから、よく噛むっていうのはそういうものの弊害をね、少なくするためにも大切だよっていうことなんですよね。で、とはいえ、とはいえやっぱり、 無理してね、自分の好きなものをもうずっと我慢し続けるばっかりだと、これもストレスになって体に良くないから、たまにはね、好きなものを好きなだけ食べるとか、ハメ外すっていうことももちろん、 大丈夫だよっていうことですね。その分、普段しっかりこうやって、酵素を節約する、蓄えるような食事をしましょうっていうことですね。はい。で、それからですね、え生活習慣、食べ物以外の部分でもやっぱりね、この酵素っていうのは、すごくね、無駄遣いしちゃうことがあるんだっていうことでえ、病気を作るのはね、こう、遺伝子がとかっていうこともあるんだけど、実は遺伝子よりも、 習慣の方がね大事だよ。どれだけ病気になる遺伝子があってもその習慣が悪くなければその遺伝子って発現しないよね。逆にいい遺伝子を発現することができるよねとかって言われててむしろその細胞とかそういうものの遺伝子的なものよりも習慣がね 親子代々こう遺伝していく悪い習慣が遺伝していくことの方が注意が必要だっていうことなんですよじゃあその悪い習慣って何ですかっていうとやっぱり一番先に挙げられるのはお酒やタバコですねこれはなかなか自分の意思でやめづらいっていうところが一番厄介なんですけど毛細血管がどちらにしろこう収縮しちゃう毛細血管っていうのはこう細い血管で全身の血管の99%ぐらいねこの細い血管でそれぞれの細胞に栄養とか酸素を行き渡す らせるのに必要なんですがこれがまあ壊れ出すよっていうことでそうするとですね、えー、栄養酸素が細胞に届かないそれから老廃物を回収してこれないっていうふうになってくるでそうなってくるとまた体の中がわーっと大変なことになってきてそれを収めるためにまた、えー 酵素がいっぱい使われる。例えば、タバコを吸うとね、ビタミン C がすごく破壊されるよとかっていうのも、この抗酸化物質が、まあビタミン C もね、そのそういう作用があるからだよっていうことですよね。で、えー、それからですね、これも良くないよっていうのが、寝る前の食事や寝酒。 そして子供さんなんかのホットミルク飲んで寝ましょうねとかこういうのもやめた方がいいよっていうので特に睡眠時にねこう無呼吸症候群みたいな状態になってる人ってえいろんなタイプがあるそうなんですが気道がね狭くなっちゃってるタイプの人はこの寝る前の胃の状態を空っぽにしておくだけで実はですねえすごく解消しやすいっていうことなんですよ。 で、その食べ物がこう逆流してくるとかっていうので、こう狭まっちゃってて、無呼吸になっちゃう。で、睡眠の質が悪くなっちゃう。で、いろんな病気につながるとかっていうことが多いそうなんですが、それはただただ、その食べ,も食べ物とか食べる時間をね、寝る直前とかを避ける。で、できれば、4、5時間前からは、寝る、4、5時間前、10時に寝るとしたら、もう6時には食事を終わっとくとか、ぐらい、 できれば一番いいよっていうことですね。で、これなかなか難しいと思うので、だからこそよく噛んだりね、寝る直前のお酒とか絶対ダメだよっていうことですね。で、これやめたことによって、その無呼吸症候群とかもそうなんだけど、喘息とかそういうものを持ってた方も、あの、治った方が多かったよというふうにね、臨床結果から教えてくださってるんですね。で、それからですね、 この過度な運動、運動のしすぎですよね。あまりにも強度の強い運動であったり、それから頑張りすぎて睡眠不足、そして無理に働きすぎるとか活動すぎる。これ全部やっぱり体の酵素をどんどん使っちゃうっていうことですね。 で、えー、やっぱりね適度な運動っていうので誰にでも当てはまる簡単にできるのはやっぱ歩くことだよっていうことでしたあんまり無理して走ったりしなくていいよ3から4キロ歩くことそれから 深呼吸をしてあげることによって酸素をしっかり体の中に取り入れてあげるそして無理せずにですね疲れたなと思ったらこまめに仮眠するとかそういうことも実はこのミラクルエンザイム生命の命のもとを節約するのには大切ですよということなんですよでなんでこれをね節約しなきゃいけないかということなんですけどこうやって規則的な生活をすることによって 向上性ホメオスターシスとかっていうんですけど要は体の状態を常にねいい状態にしておこうっていう機能がもともとね人間には備わってるんですがそれを維持することができるよっていうことなんですよ要は不規則なことしてると今日はね、えー、10しか働いてないけど明日は300働くとかねそういうなんか不規則な状態で今日は えー、5時に朝起きたんだけど、明日は12時まで寝てるとかね、そういうことが起きてくると、不足の事態なわけですよね、体は。だけど、それ、甲状腺が働いて、どんな状態でもある程度バランス取ろうとするから、ものすごい体が疲れちゃうんだ。で、その時に酵素がわーっと。 使われちゃうんだっていうことなんですよだからそれをね、えー、防ぐためにもできるだけ規則的な生活を心がけるといいですよっていうことですね。はい。というわけで、今回簡単にご紹介させていただいたんですが、まだまだですね、たくさん、もう本当に盛りだくさんの内容なんですよ。具体的に言うと、 水の飲み方とか選び方、それから精神的なお話ですね、モチベーションの話であったり、それから農作物とか、震度富士、その土地とね、体の関係、栄養素の関係、そして医療や医薬品についての深夜先生のお考え方、そして もうちょっとね、抽象的というか、命について大きな視点から見ると、自然の摂理というものについて、それからそれを無視した人間の傲慢さというかね、こうしていかなきゃいけないんじゃないかという深夜先生のお考え。そして、えー、生まれた時からというか、この世のすべてはね、破壊に向かって、終わりに向かって動いてるっていうエントロピーという話と、それをね、なんとか食い止めて、長く留めよう、修復しようというシントロピーというその辺のお話な なんかも詳しく教えてくださっておりますし、えー、深夜先生の具体的なですね自分自身の生活習慣なんかも教えてくださっておりますとにかくですねこの体のことについて食事のことについて生活について大きな地図みたいなね一冊になっておりますので是非読み込んでいただければなと思いますで読む時にですね僕が考えた感じたのがここが大切だなっていうのが単なる健康本だと思って読むんではなくて要はその「 ミラクルエンザイム、酵素っていうものの話をしてきたんですが、これはあくまでもキーワードです。要は、命をね、えー、大きくこう捉えていくための、命っていうものをしっかりね、学んでいくためのキーワードで、要は、いい悪いじゃなくてね、この食べ物が絶対いいんだ、この食べ物が悪いんだとかね、善玉菌は善で悪玉菌は悪だみたいな、この、 二分した見方じゃなくて命を全体で捉えていくためのすごい案内書みたいになってますのでそういう目で見るとすごくこう深く学んでいけるんじゃないかなと個人的に感じました。でこれちょっとね新谷先生の言葉引用させていただいたんですけれどもまさにね資源だなと思ったのが。 健康を維持するというのは人生の目的ではありません。人生を豊かに生きるために必要不可欠なアイテムの一つです。ということで、そういう目で読んでみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで一番最後僕の所感なんですけれども、このミラクルエンザイム、大きなね、大元の命の元みたいな酵素の元があるよっていうのって、えこの二つの感覚にすごい似てるなと思ったんですが、一つは漢方の気の考え方、エネルギーですよね。 で、漢方のでは例えば、人に蓄えた木が、こう、作り変えられて、全身の活動をするための木になってるんだよ。これすごい酵素の話に似てますよね。だから、大元の何かって、大昔の人からね、ずっと考えられてきたことでえ、それにすごい似てるな、やっぱなんかあるんじゃないかなっていう気にはなってきますよね。でそれから もう一つ日本人の水野南北先生でですすすねねねあのの占い家のすごいご、ね、有名な方です、ねえー、水野南北先生食は運命にありっていう風にねおっしゃったぐらい「小食にすると運が開けるよ」とかっていうのを教えてくれてたんですけど人間ってもともとね食べれる量が決まってる食6というものがあるよっていうことでこれ食べ尽くすと死ぬぞだから、えー、退職して病気した人 食食べべ過ぎてて病気した人は、れなくなくくって死んんでいくんだだけど消食になってちょっと体壊した人はそれでもまだ食べれるから回復することがあるんだとかっていうふうにね江戸時代に教えてくださっててこういう考え方あ酵素使い切ったから死んじゃったんだとかっていうふうに考えても当てはまるなぁと思いましたで、えー、で最後なんですけどまあそういうのとすごい似てるなって思ったのとただ あくまでも深夜先生もおっしゃるように、これは仮説であると。何かが証明されてるとか、そういう話じゃない。だけど、それをね、踏まえて、冷静に、これは仮説なんだ。で、深夜先生の臨床の結果なんだっていうところも、冷静に見ながら、ただ、情熱的にも見てほしいな。この矛盾した感覚ですよね。冷静にこれは仮説なんだ。だけど、理論としてそれを捉えて、 自分で実践してみよう。自分の今までの体験的にどうだったかな食べ過ぎた時どうだったかなお酒飲み過ぎた時どうだったかなとかっていう、そういう目でも見てほしいなっていうところで、ものすごくね、おすすめですので、ぜひご一読いただきたいなと思います。はい。というわけで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主人は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください。皆さんが健康で幸せでありますように、今日もありがとうございました。